1978年自由民主党総裁選挙、すなわち1978年に行われた自由民主党総裁選挙では、現職総裁の福田武雄に加えて、大平正義、中曽根康弘、川本俊雄の、計4名が立候補し、予備選挙を通過した太平と福田のうち福田が、辞退したため他平が、当選者となった。1976年のロッキード事件に橋を、 発する三木しにおいて、反主流派の田中、太平、福田三派は、挙党体制確立協議会を結成、三木、中曽根両派による主流派を攻めた。第三十四回衆院選で自民党が議席を減らし、三木の大臣が規定路線となったが、公認をめぐっては、大平正義と福田竹夫との間に、大福密約が成立して、まず福田が首相になり、 一気に年限りで太平に後を譲る取り決めがなされた。1976年12月23日、福田は両院議員総会で満場一致で総裁に選出された。幹事長には大平が就任し、福田の宿敵、田中角への名優である太平を取り込んだ大福一体体制が成立した。12月24日、総理大臣に就任。 しかし福田は1977年の参院選に勝利した頃から続投への色気を見せ始める。同年末の内閣改造で中曽根康弘を総務会長に据え田中派の大臣ポストを減らすなど中曽根派の引き込みと太平外しを始める。1978年になると公選を見据えた派閥レベルの動きが活発化する。2月中旬には 自民党役員会が派閥活動を自粛するよう申し入れると声明し、大福の政治休戦と言われたが、18日には太平の地元の自民党香川県連が太平を総裁候補として推薦をする決議を行っている。5月26日には読売新聞が大平市公選出馬を決意と報じる。両院議員による本選挙を行った場合、 大平が過半数を獲得すると見込まれていた。一方、福田の路線は、大福一体の継続の下での再選であり、大平が出馬しなければ、福田は再選後の任期前半で前上すると、大平に伝えたが、大平は出馬自体を受け入れなかった。そこで、福田は、衆議院解散、総選挙を行って、そこそこの成果を残し、文句なしの続投を勝ち取ろうとする。 総選挙で自民党が勝利すれば福田再選への流れとなり、敗北すれば選挙責任者である幹事長の大平が福田よりも責任を問われることになる。太平サイドは当然反発し、6月6日、金丸新防衛庁長,長官は内閣委員会における答弁の中で大義なき解散には反対である。解散の閣議があった場合、自分は署名しないと発言した。 16日、国会閉会日の大議士会では大平が、解散はないので、各自平常心で行動してもらいたいと打ち消した。当時の白中国会における政局を理由として、解散とするシナリオが考えられたが、自民党幹事長の大平が新自由クラブ幹事長の西岡武夫と話をつけているため、たびたびの政局化しそうな局面でも、与野党の折衝が早々にまとまり、 政局とはならなかった。8月12日に中国との交渉が、打結し死中平和友好条約が調印されたことで、福田政権の人気が上昇し、解散がなくとも福田の再選が見込まれるようになり、また条約批准の日程上も解散は難しくなった。さらに8月27日には、太平の地元の香川県知事選挙で、 自民党公認の大野義則が落選し太平の失点となり、福田の再選を後押しする要素に数えられた。これらの情勢の下衆議院解散は行われなかった。10月14日の記者会見で、大平は、この臨時国会で、大福体制は終焉すると発言し、大福対決の姿勢を鮮明にした。当初は、中曽根と川本が予備選2位以内につける可能性は、 薄く、事実上の福田、太平一騎打ちとなると考えられた。大福良人営とも予備選通過は、当然と考え、本選における政治的効果を見据えて、予備選で点数を積み上げることが意図された。マスコミ各社はいずれも、福田優勢を告げていた。10月10日の読売新聞は、福田が半数、中曽根九白、太平振るわずという世論調査記事を出した。 10月16日の毎日新聞は中曽根21%、太平20%という世論調査記事を出した。10月21日の朝日新聞の世論調査記事も1%差で中曽根2位、太平3位と揃って中曽根の食い込みを伝えた。11月16日の毎日新聞は人気は福、中、大、川の順という見出しを掲げた。一方、 太平を支援する田中派は独自の調査で、僅差で、太平1位、福田2位と弾き出し、大平が出馬辞退しないよう激励した。福田は、本選では、中曽根、川本が自身に投票するよう根回しをしつつ、1回目の投票で100点差がついたら、2位の候補は本選を辞退すべきだと念を押していた。マスコミも、本選での三木派の動向を注視していた。 10月21日、太平、中曽根、川本俊夫が正式に出馬表明した。中曽根と川本は次回以降の総裁選を見据えた、総裁候補としての披露目の意味合いが強く、さらには、所属派閥内にそれぞれ福田、太平に近い有力議員がいたことから、派として大福いずれかを支持するわけにも、自主投票として、 派の求心力を低下させるわけにもいかなかったことからの出馬であった。福田は自らの不出馬による大副体制の維持を検討したが、結局は総裁選告示前日の10月31日に出馬を表明した。この回の総裁選からは国会議員による選挙の前に一般党員、党友による予備選挙が行われることになっていた。福田は 国会議員のみの投票や派閥の談合では田中派の支援を受ける大平が優位だが今回は一般投票が込みなので自分が圧倒的に優位であると確信していた自民党本部のコンピュータに入力されていた党員名簿は持ち出しが禁止されていたが田中派の竹下昇は非公開の党員名簿を手中に収めていた竹下は 予備選が導入されてから2年間、自民党全国組織委員長として、全国210カ所を歩き、地方組織に予備選のシステムを説明してきた。そして訪ねた先で、その都度、支部の名簿をコピーしていた。その名簿をもとに、東京担当の責任者の後藤田正春は、ローラ作戦を展開した。秘書二人が一組になって、都川全域の党員宅をしらみつぶしに、 個別訪問した。田中は、秘書の早坂茂蔵に命じて、電話作戦用の名簿を作らせていた。全国の知事、市町村長、政府区議長、党三役、農協、漁協、商工団体、地域の企業のトップらの名前、住所、電話番号が書き込まれた名簿は幅1メートル50センチ、長さ20メートルに達していた。11月1日、 予備選挙が告示される。田中は午後からの来客を断り、執務室にテーブルを総動員をして、端から端まで電話リストを並べさせた。靴を脱いでテーブルの上に立ち、赤鉛筆を持って電話作戦を開始した。連日夜9時まで電話をかけ続けた。田中は福井県鯖石のメガネ共同組合の専務理事にまで電話したと伝えられている。選挙期間中。 新聞各紙は福田を銀座で大平が追うという見方を強めた。その中で田中角栄は50から60点差で大平が勝利するだろうと述べたが、この時点ではかなり強気な読みであると受け取られた。11月26日、予備選挙実施。郵便投票が開票される。11月27日、開票結果が発表され、 大平が福田に110点差をつけて1位通過した。劣勢と見られた東京での逆転劇が太平の勝利につながった。政乱会などは最後まで戦うべきだと進言したが、福田は総理大臣が自分で言ったことを覆すわけにはいかないとして本選を降り、大平が当選した。自民党史上、現職が総裁選に敗れたのは福田武雄ただ一人である。 勝利した大平は一瞬が意味のある時もあるが十年が何の意味も持たないこともある。歴史とは誠に奇妙なものだという言葉を残している。一方福田は天の声もたまには変な声があると語った。この予備選挙では県内得票3位以下の候補はその県での点数がゼロとなる規定があった。そのため本選進出の可能性が低いと見られていた中曽根。 川本が2位以上を取る県において、太平、福田のいずれかが2位以上に食い込めれば、もう片方がその県では、0点となり、首位を争う太平、福田の間の差が大きくなった。具体的には、事前予想で、福田1位、中曽根2位の北海道、東京都で大平が2位に食い込めるか、川本の首位が固いとされた兵庫県、長崎県の2位を誰が取るかが焦点となっていた。 ありがとうございます。